流域コリマ川は、ロシアのシベリア北東部を流れる。水源は、オホーツク海の港町マガダンのすぐ北にある山地で、北極海の一部である東、シベリア海へと注ぐ。山地を出た後は無数の湖沼のある湿地帯、コリマ低地を蛇行し、途中でオモロン川などの大きな支流を合わせる。主な町は、上流のマガダン州にあるデビン、川口付近の港チェルスキーのほか、コリマ川地方の古くからの中心地である中流のスレドネコリムスクの町がある。年に250日は水面下数メートルまで凍結する。凍結していない時期は6月初めから10月までの間だけである。流域のコリマ地方は永久凍土とツンドラに覆われ、冬の気温は-19度から-38度、夏の気温は3度から16度と低温である。流域には、チュクチ族、ユカギール族、エベン族などの先住民が住むが、早い時期にロシア人の毛皮商人が入り、ロシア帝国に併合された。その下流の姿は長年謎だったが、1820年にはフェルディナント・フォン・ウランゲルにより、流域が調査され、下流はアメリカ大陸や未知の島などの陸地ではなく全て海であることが明らかになった。1892年からエドワルド・トーリがロシア科学アカデミーの依頼でコリマ川など極東の河川の流域調査に出発し、1年余りで流域の広い範囲の地理を調査した。ヨシフ・スターリンの時代、1932年から1954年にかけてコリマ地方には多数のグラグが建設された。政治犯は連邦各地から沿海州のマガダンまでの回路を経てこの流域に送り込まれ、コリマ鉱山、道路建設、材木伐採などの重労働に従事させられた。特にマガダンからコリマ川上流を経て、ヤクーツクに向かうコリマ街道沿道の収容所群で多数の人々が命を落とした。この体験はバルラーム・シャラーモフのコリマ物語などに描かれている。また、第二次世界大戦後には、多くの日本兵がシベリア抑留により流域各所の収容所で命を落としている。金、銀、銅、プラチナ、タングステン、石炭、石油など天然資源は非常に豊富なことで知られる。ロシア人、チュクチ族、ユカギール族、エベン族などが住む。ありがとうございます。